宮永武彦は日本人画家である。静岡県岩田郡生まれ。名古屋市立工芸学校卒業後、松坂屋名古屋本店に入社。その後、第二次世界大戦の兵役の後、実家の神奈川県秦野市に戻り、松坂屋銀座店宣伝部に勤務しながら、秦野市、後に東京都新宿区にて創作活動を行う。油絵をはじめ、 小田急電鉄や全日本空輸のポスター、動画、週刊漫画タイムズなどの表紙が、挿絵、水墨画などの作品を残した。特に1955年の発売以来、現在に至るまでパッケージに使用されている、ペンテルクレヨンのイラストがつとに有名である。その多彩さから、器用貧乏と揶揄されたが、器用貧乏が勝つか、不器用が勝つか、勝負だと意に返さなかった。 1974年には、ブラジルの日ク文化協会の依頼で、当時の皇太子を呼び、皇太子妃の肖像画、皇太子、同妃両殿下ご肖像画を描く。この作品は、明治期以降、宮内庁の正式な許可を得て、皇室を描いた、唯一の作品と言われている。宮永が考案したカラーリング、肌の市に居住していた関係から、市内を走る小田急電鉄より、 新型特急車両のカラーリングの依頼を受け、オレンジバーミリオンにシルバーグレーのツートンを基調とし、白帯を配した塗装を考案。これは、小田急ロマンスカーのシンボルカラーとなり、後に登場する3100系、アンセ、7000系 LSE 及び小田急に接続する、箱根登山鉄道の車両に引き継がれる一方、オレンジバーミリオンに関しては、五万系 VSE や六万、 ケー、ムーズ、三万系エグゼアルファー、七万系 GSE に受け継がれた。晩年は、ルネッサンス美術を解雇したり、民族衣装を題材とした。民族衣装を描く際は、民族衣装はその民族が着ないと美しくないとして、各国の大使館に出向き、気に入ったモデルを探して描いた。肌の私立、宮永武彦記念美術館。ありがとうございます。